YouTube 見てて、名古屋の LT さんというドイツ人と日本人の結婚された方、あれ見てたら、なんかそれ見てたらそば食いたくなって、うどん食いたくなって、これエビ2本入ってるの、ほら1本、2本、すごいよね。普通だったらさ、これさ1000円押すとか、ね、コロナウイルスだってのにさ、パチンコ屋は少なくなってねえな、すごいな。ここのそばにねパチンコ屋さんあるんですよ、すぐそばに。明日はね銀行行って仕事の話、2番目が医者が通う整体師のとこ、もう一つは5時頃から前一部上場だった方のお食事をいただき、ロール上手だ、奥様だね、その人はね今度ね国立大学の客員教授なの。それだけじゃなくて自分の会社立ち上げましたから、すごいですね。なんかね若い人の役に立ちたいんだって、本当すごいですよね。そばってすぐ終わっちゃう、でも美味しいですよ。ここ698円だ。エビ美味しくいただきました、ごちそうさまでした。ごちそうです。